まあその前半の最初の方はいい成績で、まあ個人ともに成績良かったと思うんですけど、徐々にこう中盤の方に差し掛かるにあたって、まあやっぱり、まあ、ちょっと勝負弱いところが少しずつ出てきたなっていうのは、まあ、個人も含めてあると思ってます。まあ、やっぱり前線に起点になるところだったり、まあ、運動量あるを生かしたプレー、まあ、何よりこうゴールに向かう姿勢というか、まあ、ゴールを取るところを見てほしい。まあ、やっぱり全員がこう、ゴールに向かって、まあ、守備をしたり、まあ、攻撃したり、まあ、ハードワークだったりっていうのがこう強みなチームだと思ってます。やっぱり結果の部分、まあ、得点取らないと、まあ、チームは勝てないんで、まあ、そこを意識してやってます。まあ、チームがどんな時、どんな悪い状態でもいい状態でも、まあ、常にこうゴールに向かうというか、まあ、ゴールを取れる選手、結果を残せる選手、っていうのを目指してます。まあ、オフの日は、まあ、自分でこう家で料理したりするのは嫌いじゃないんで、まあ、カレーが好きでカレーをこう調べて作ったりしてます。思い出というか、まあ、サッカーを通していろんな大切な人に、まあ、出会えたっていうのは、まあ宝物がこうたくさんできたっていうのもあります。まあ、今こう勝ててない状況なんですけど、本当に皆さんの応援がこう力になっているので、まあ、もっと勝てるように、皆さんが笑顔が見れるように、もっと結果出します。応援よろしくお願いします。チームとしてはまあ勝ち点を取りこぼしたゲームがすごく多かったかなっていう風に感じてて、まあ自分の中でもっとこうチーム全体で0を1にできた試合もありましたし、1を3にできた試合っていうのはたくさんあったので、まあそういう部分ではすごいもったいないゲームをしたっていう風にも思いますし、悔しいゲームをたくさんしたなっていう風に思います。で、個人としては今年デビューできたっていう部分はすごいポジティブで、試合の出場時間も重ねられてすごいそういう部分でポジティブであるんですけど、まあ、守備の部分の課題であったり、まあ、失点に絡んでしまったりっていう悔しい思いもたくさんしてるんで、こうまだまだ成長するには、まあ、足りない部分も見つかったし、まあ、逆に良さも出せてる試合もあったんで、まあ、すごい今充実した前半戦は遅れたかなとは思ってます。そうですね、まあ、昨シーズン夏長野にレンタルして、まあ、その中でも出場時間がこう5分でこう1試合しか出れなかったっていう部分があったんで、まあなかなかこう成長するっていう部分ではまあ悔しい思いをしたっていう気持ちの方が多くて、まあその中でも学べることは多かったし、違う監督の下でこうプレーするっていうのも非常にいい経験になったと思ってるんですけど、まあただまあ得れるものがこう怪我もしたりと少なかったかなっていう部分はあるので、まあそれはすごい悔しい半年間だったかなと思います。いや、まあ、特にルーティーンを決めてこう何かするっていうのはないんですけど、まあ、試合の2日前にこう交代役というか少しこう体をほぐす部分を意識してっていうのは、まあ、意識的に取り組んでるのと、まあ、今特に僕は汗結構出るタイプなので、まあ、水分のところと食事の部分、その栄養管理のとことかも、まあ、意識して過ごしてはいるんで、まあ、そういう部分ではこう気を使ってる部分はあるんですけど、ルーティーンっていうのはないですね。そうですね、吹き割れの滝、まあ、ちょっとこうマイナスイオンを感じに行ったりとか、まあ、すごい自然豊かでこうリフレッシュできた場所でもありますし、
まあ、伊香保、草津、まあ、温泉はすごい有名なんで姉妹行ったりとか、まあ、温泉部分は少しこう巡れてこうリフレッシュできてすごいいいとこだなっていうのは感じました。そうですね、まあカフェ行ったりとか、まあ、ドライブ結構好きで音楽聴くのとか好きなんでカフェ行ったりとかドライブしながらとかっていうのはすごい多いですね。まあ、結構悔しい思いしてきたことの方が僕はちっちゃい頃から多かったので、まあ、そこをこう這い上がってこれたっていうのはまあ僕の中で財産ですし、まあ、江南南サッカー少年団から始まって、まあ、グランデ FC、ウラレツースで今ここに至るんですけど、まあ、すごいこうどの年代でもレベルの高いところでプレーさせてもらえたっていうのは本当それが一番の財産だし、そこでこう戦ってこれたっていうのが思い出ですね。まず前半戦たくさん応援していただいた中で、まあ、なかなかこう残りの11試合のところで、まあ、いい結果が出せずに悔しい思いをさせてしまったのはすごい申し訳ないと思ってるんで、残りの後半戦その取りこぼしのないように一つ一つのこのゲームで勝ち点3を持ってこれるようにこう一生懸命も死ぬ気で戦っていきたいと思うんで応援よろしくお願いします。